山本龍は、日本の政治家、群馬県前橋市長、元群馬県議会議員、群馬県あず郡草津町生まれ、親は、鮮魚店を営んでいた。また父親の山本正夫は、草津町議会議員も務めた、実刑は元アルペンスキー世界選手権日本、代表選手で、協林製薬の社長を務めた、小木原育夫。草津町立草津小学校、前橋市立。 第三中学校、群馬県立前橋高等学校、早稲田大学小学部卒業。早稲田大学に進学したのは、群馬県選出の衆議院議員に、総大出身の小渕慶三がいたためであった。大学卒業後、小渕家の所生を経て、小渕慶三事務所に就職し、小渕の秘書を務める。1990年、公職選挙法違反により逮捕され、懲役1年6ヶ月。 執行猶予三年の有罪判決を受ける。執行猶予期間を終えた後の九百九十四年、群馬県議会議員選挙に出馬するため、小渕恵造事務所を退職。九百九十五年の群馬県議会議員選挙に、新進、社会、公明3等及び群馬民社協会、連合群馬、非自民非共産の統一会派結成を目指すフォーラム群馬二十一の推薦を受け、 東軍選挙区から出馬し初当選したものの、2期目の任期途中に、古巣の自由民主党に入党する。2003年、参戦。2006年、群馬県知事選挙に出馬するために、県議を辞職。2007年の群馬県知事選挙では、現職の小寺博之知事の5選を阻止するため、山本は2006年7月に、群馬県議会議員を辞職し、 群馬県知事選挙への出馬を表明する。これにより、山本、庄司の保守同士の一騎打ちの降参が高まっていたが、自民党所属の群馬県議員の一部が、元群馬県議会議長の大沢正明を擁立し、三つどもへの分裂選挙に突入する。ご決めを目指す庄司に対抗し、山本は、群馬維新を掲げ、多選禁止条例や県から、市町村への権限の異常、 一時退職金の廃止等を主張。選挙では、石関隆や中島正樹ら、民主党群馬県連内の保守派の支持も受けた。山本は地元である、あず郡では、圧倒的な支持を得たものの、都市部の票が伸び悩み、自民党の公認を受けた、大沢正明が、生じ山本を破り当選を果たした。2009年1月25日に行われた群馬県。 議会前橋選挙区補欠選挙に自民党公認で出馬し、3年ぶりに帰り咲きを果たした。2012年2月19日執行の前橋市長選挙に自民党、みんなの党の推薦を受けて無所属で出馬し、連合群馬の支援を受けた現職の高木正浦を破り、初当選した。2月28日、市長就任。選挙の結果は以下の通り、 当日有権者数27万4725人最終投票率 49.06%2016 年の前橋市長選挙で弁護士の樋口和彦を破り再選当日有権者数27万3608人最終投票率 30.97%2020 年の前橋市長選挙では 元自民党県議の岩上健二や自民党所属の元衆議院議員の佐田玄一郎が出馬するなど自民党系分裂選挙となったが山本が岩上ら新人後候補を下し参戦を果たした。当日有権者数27万7549人最終投票率43.16%ありがとうございます。